なんだかんだ言っといて LED バルブを買い替えました。デュアボイっていうメーカー、もうすでに取り替えてあります。こちら6個入りの安物になりますが、全然調子よく光っています。ウインカーポジションも点灯しています。ホンダのバイクに乗るならやっぱりウイポジ大事と思っています。6個入りとなれば当然4個余るわけで、幸いなことに自分のマグナ250はリアウインカーも S25 のダブル級だったりします。試しにどう点灯するか取り付けることにしました。いつものように早朝5時、だいぶ用が登るのも早くなったこの頃です。早送り？電球よりも小さく収まりますね。見た感じでは安物っぽく見えません。個人的にはそう思います。このサイズであの明るさですからね、文句なしですよ。右側 OK です。リア左ウインカーは早送りして、テールもこのぐらいの明るさならいいなぁと思いながらやってる。準備できましたので点灯テストいきます。点滅のリズムに違和感ありますね。明るさは電球よりも明るいね。もちろんリレーは交換済みです。すごく明るいなーって反射した壁を見ていました。後ろからちゃんと見てみましょう。ハザード現象になりました。じゃあフロントウインカーはどうなったのよ。カメラ持って前に回りまして、普通に点滅してますね。ああ良かったです。ウインカーパイロットインジケーターは電球のままなので平行になっているのでしょうか。ハザード現象から免れました。肝心のの消費電力は1個あたり 12V/21W ですからね。この状況に MH 松島 LHN700 ウインカーパイロットハーネスを取り付けたらリアのハザード現象は改善されるのでしょうか。それともリアウインカーに整流ダイオードを取り付ければいいのでしょうか。通勤にも使うバイクなので一旦電球に戻しました。最初からこの LED 買っておけばよかったな。安物買いの銭失いだからといって高級ブランド品が良いわけでもないし、テールランプも同じだったかなと思って開けてみようとしましたが、時間がないので本日はここまで。安全第一。